ちょっとね、今ね、知り合いっていうか、まあ、仕事仲間とね、仕事仲間っていうか、まあ、業界の人とね、軽く会議やったんで、今ね、この上海の、高島屋に来ています。せっかくね、今日ね、GoPro Hero 7手に入れたんで、なんとなくね、このぶらり動画やってみようと思います。現在ですね、1080の30p で撮ってるのかな。はい、とりあえず1080の 30p で、ぶらり旅しながら、まあ、ちょっと、まあ、だらだら話していこうと思います。現状で僕これ何ですか、はい、このように手ぶらで、話して撮影しております。まあ、金がね、長らくその完全に自分が手ぶらで、撮影できるシステムを考えていました。先ほどね、4K の 30p で撮ったと思うんですけども、まあ、4K ね、まだまだちょっと大きすぎる。 4K のモニターとかね、スマホとか持ってる人が少ないということで、まあ普段の動画はね、1080p で、やっていこうかなって思っています。本当はね、1080p で YouTube に出すにしても、4K から圧縮して 1080p にした方が、まあ 1080p ちょっと面倒くさいから 2K って言っちゃうんですけども、本当はね、先に 4K で撮影して、1080p で撮影した方が綺麗にはなるんですけども、自作マウントなんで、すぐ首掛けの状態から、自撮り棒になります。はい、4K から圧縮して 2K にした方が本当は綺麗に映るんですけども、それだとなんかちょっと、まあ、いろいろと面倒なんですよね。やっぱりレンダリングにも時間かかりますし、で 僕は映像プロデューサーやってるんですけども、普段ね、あんまり自分で編集することはないんで、まあまあ、自宅にはその編集用のパソコンはとりあえずないんですけども、はい、とりあえず、こうやって自撮りしてからすぐさま主観モードにチェンジ、主観モードで、はい、このように手ぶらになります。はい、まあ、そんな感じですね。はい、1080p、まあ、2K で普段撮って、まあ、撮って出しでね、すごい編集も楽ですし、あとね、これの前なんかソニーの AS300 で撮ってたんですけども、 AS300 ってね、まあまあそれでもまあ良かったんですけども、あれってちょっと白色なんでね、ちょっと目立つかなっていうのがあったんですよ。うん、まあ目立つとなんか行く先々でちょっと話しかけた人とかが、まあ、話しかけたっていうか、なんかそのカメラを見かけた人が、まあ、ちょっと緊張してね、自分カメラで撮られてるみたいな意識状態になってしまうっていう、弱点があったんですよね。で、やっぱり、その AS300 とか、まあ、ソニーの X3000 ねとか AS300 は縦長だったんですよね。縦長で白かったんですよね。だからすごく目立って、でなんか体からちょっと離れてちょっと出っ張るっていう、まあ、映像とかね、手ぶれ補正とかそういうのは非常に素晴らしかったんですけども、まあそういった、弱点がありました。でね、 GoPro6 まではちょっと手ぶれ補正の面で、んちょっとなっていう感じ。まあここね、高島屋なんで、まあ、日本向けのものが多いです。なんか、うん、日本のブランドとか日本人が好きそうな買いそうなものが多いです。で、まあ、まあ AS300 とかね、手ぶれ補正とか映像は良かったんですよね。それで GoPro6 までは、手ぶれがね、まあ、もうちょっとだったんですよ。そんなんで普段使いとしてはなんかその AS300 のを使ってたんですよね。どうせ 2K までしか使わないですし、はい。で、まあ、今回ね、 GoPro Hero 7が出たんで、思い切ってでもないですけど、まあこれだったら全然合格だ、全然いいなというか、もうはるかに自分の想像を超えてる性能だったので、これ買うことにしました。
それでは皆さん、リンチでした。再见。